皆様ようこそお越しくださいました前期と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売しておりますポケモンスケールワールド関東地方2セットになります。ポケモンスケールワールドプレミアムバンダイとか、まあ、ポケモンセンターとか販売ルート限られたものも含めますとかなりたくさん種類が出て結構盛り上がってますよね。ただまあ私のこのチャンネルではコンビニとかスーパーといった、まあ、一般流通で売られているものをメインに紹介しておりまして、今回は関東地方の第2弾が発売になったので全てが揃うボックスセットボックスで購入してまいりました。で早速パッケージ正面がこんな感じなんですけども、まあなんと言いますかいろいろかっこいいポケモン並んでる中でもどうしても目が行くのがこの左側のこの小池くんなんですよね。やっぱいいでしょうねこいつで。正面がこんな感じで、で手前がこちら今回のラインナップの写真となっております。で反対側の側面にポケモンスケールワールドとはということで、まあ、ご存知の方も多いと思いますけども全ての縮尺が20分の1に統一されているので大きいポケモンは大きく小さいポケモンは小さくと、まあ、過去の関東地方の第1作目の時とかあと上都地方にはありましたけども本当にこんな指の先に乗っちゃうぐらい小さいものから両手で余る大きさのものまでやっぱリアルなサイズで揃えることができるっていうのはいいですよね。で反対側が今回のラインナップポッポ&コラッタ&コイキング&草村パーツ、この草村パーツっていうのもいいですよね。でロコン&サンダース、謎の草&シャワーズ、メタモン&ブースター、ピジョット、そしてグリーンの6種類が今回関東地方の2ということでラインナップされております。でこちら反対側は注意書きなんですけれども6個入りの箱になってますので早速このボックスを開けてそれぞれ6個の箱を並べてみたいと思います。今回のラインナップ6箱はこんな感じです。では一つずつパッケージのご紹介してまいりますが、まず1番目、こちらが、ポッポ&コラッタ&コイキング&草村パーツということで、まあ、キットによると思うんですけれども、自立できる専用のスタンドが付いてたりするんですよね。まあ、この1番目のラインナップで言いますと、多分このコラッタは4本足なので台座はつかないと思うんですけども、一番気になるのはこのコイキングなんですよね。どっちかっていうとコイキングこういう状態っていうよりも、このピッチピッチしてる状態の印象の方が強いので、こういった角度で立てる台座がついてるかどうかってちょっと気になるところです。で、背面はこんな感じになっておりまして、このボックスのナンバー、これが1番なんですけど、1番以外、残りのものがここに書かれているという構成になってますので、まあ、2番目以降については背面は省略させていただきます。2番目がロゴン&サンダース。まあ、この2つは両方とも4本足で立ってるので台座はついてこないのかもしれないんですけども、まあ、あったらあったら嬉しいですよね。3番目が謎の草&シャワーズ。過去にもこのシャワーズのように両足がこの揃えている4本足っていうのはスタンドがついてたりしたんですけども、なんか謎の草スタンドつきそうですけども、まあこれもこの大きさの差がいいですよね。4番目がメタモン&ブースター。これもいいですよね。この、なぜこの2つがこの組み合わせになったのかって気になるところもあるんですけども、いいですね。なんか粘土にしか見えないですけれども。そして5番目がピジョット。ほぼ原寸大って書いてありますけれども、今回のキットの中でこれが一番重いですね。大きなピジョットがドーンと入ってると、そんな感じだと思います。そして6番目がポケモントレーナーグリーン HGSS バージョン。この HGSS って私詳しくは知らないんですけど、もしご存知の方いらっしゃったらコメントでぜひ教えてください。ラインナップは以上6種類になります。では早速1つ開けてみて、こんな風に入ってますよっていうのをご紹介したいと思うんですけども、まあ個人的に気になってます、コイキングが入ってますので、この1番を開けてみたいと思います。で、開け口はこちらですね。特に中に取説が入っているとか、パッケージの字が何か印刷されているとか書かれてはないですけども、まあ、綺麗に開けた方がいいですよね。では早速開けてみます。いやー、どんな風に入っているのかが気になるんですよね。コイキング。中身は、じゃん。と、まずは、ガム。で、キットの方は、お綺麗になんかこう塗装されているのはあるんですけども、クリアパーツの台座もありますけれども、このそれぞれ塗装が剥げたりしないように小箱に入ってますね。これはコイキングとコラッタが箱に入ってる感じで、でコイキングのとこになんか台座がありますし、コラッタのとこにも台座がついてるっぽいんですよね。ということでコイキングちゃんとまっすぐ立てるってことですよね。では早速他のも開けて全6種類一気にご覧いただきたいと思います。
通りご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここから各キットを順にご紹介してまいります。まずは1番目、ポッポ&コラッタ&コイキング&クソマラパーツの中から、まずこちらポッポですね。今回の中で一番小さいポケモンですけど、ほんとめちゃくちゃ小さいですよね。まあおっさんですけど、私の指の爪と比べていただいてもその小ささお分かりいただけると思います。人差し指のようにうまく乗るかな、こんな感じでちょこんと乗せることもできます。まあ当然この大きさですし、まあ足元もそこそこ大きいので台座とか付属しません。ただこの目のところとかくちばし、綺麗に塗り分けられてるんですよね。ちっちゃいですけども、この胸のこの羽のとこっていうのがね、このギザギザとかも再現されております。背中に書いてあるコピーライト液が非常にでかく見えるぐらい小さいポケモン、ちゃんと20分の1サイズで再現されております。続きましてこちらが、コラッタですね。まあご覧いただいてわかりました通り、これは4本足なので、当然こうやって自立もできるんですけれども、台座が付属していました。あ、その前に顔とかこんな感じで、いいですよね、これ前歯のところとか。で、台座なんですけれども、ちょっと大きなものになってます。後ろ足とこの尻尾にはめる感じですね。ですので、この台座の場合は、その自立を助けるというよりも、この尻尾のパーツですね、結構柔らかいパーツで、先端がちょっと重めなので、長く飾っておいて、この尻尾の先端の重さで、この尻尾がクニャーンと降りてくるのを防ぐためという風で、まあ、台座というよりも、この尻尾が降りてくるストッパーを兼ねるって感じですかね。っていうようなものがついておりました。これだったらこんな感じですね。続きまして、こちらがコイキング。いやー、ちゃんとこのまっすぐ立てる台座がついていたので嬉しかったですね。もうなんともね、これアホ面が最高ですよね。で、台座はこれきっちりはまるわけじゃなくて、簡単にこう、スポット取れますので、あのボックスにありましたように、こんな風に、ピチ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 というような状態もできます。やっぱコイキング、この格好でなんぼって気が私個人的にすごいするんですよね。で、ここにスポット貯めておけば、こうやって立たした状態にすることもできます。で、こちらにあります最後、これはクソマラパーツなんですけども、多分形状は全く同じものですね。3つついてました。ちゃんと葉っぱっぽくなってます。まあ、コイキングの周りに置くのが一番自然かもしれないんですけれども、まあ、ポケモンスケールワールド、他のものの周りにジオラマ的な感じに置いてもいいかもしれないですね。これは3つついてます。続きまして2番目、ロコン&サンダース。まずロコンがこちらですね。いや、可愛いですよね。やっぱこの哺乳類系のものっていうのは、つぶらな瞳で尻尾がもはっと広がっております。で、2番目の方には4本足ポケモンなので台座はついておりません。このままきちんと自立させることができます。ちゃんとこの足裏肉球のところも色分けされて再現されております。やっぱこういうのって一番可愛いって感じがしますよね。で、こちらがサンダース。この鋭いこの稲妻な感じがきちんと再現されています。凛々しいですよね。こちらも足裏ちゃんと肉球色分けされております。まあこれ全体的に非常にこの派手さっていうかこの豪華さがあるんですけども、思ったよりも軽いんですよね。多分このパーツのせいだと思うんですけども、ロコンよりも軽いぐらいです。手のひらサイズ。まさにいい感じですよね。続きまして3番目、謎の草&シャワーズの、まずこちらが謎の草。まあ、こんな足なんで自立できるかと思ったんですけど、台座もついてましたし、まあ、多分この上のこの葉っぱ部分が大きいせいもあるかもしれないんですけども、まあ、自立はなんとか、あ、無理ですね。やっぱ無理でした。ですので、謎の草は台座が必要ですね。きちんとこの足裏に合った形の台座が付属します。つぶらな瞳がいい感じです。そしてこちらがシャワーズ。まあ、確か長いポケモンではありますけど、思っててよりもこう実際こうキット化されると非常に長いっていうのがわかるんですよね。表情もこんな感じで綺麗に塗られております。ちょっと汚れがついちゃってますけども。あ、取れんか。まあ、仕方がない。で、足裏はこんな感じ。足裏に特にないんですけども、かかとの部分ですね。ここもちゃんとカラーで再現されております。やっぱ全体的に長いので、重さ云々別にして、この長さだけで言うと今回のポケモンの中で最長ですね。いやー、なかなかこれも迫力あるんじゃないでしょうか。4本足なのできちんと自立できます。続きまして4番目、メタモン&ブースターのメタモンが、こちらですね。まあ、言わずもがなこんな形状なので台座は必要ありません。どこをどう紹介していいのかわからんぐらいシンプルな造形してますよね。なんか可愛らしいですよね、この顔も。で、こちらがブースターになります。で、こちらもまあご覧いただいた通り台座はついてないんですけども、この尻尾が結構重いんですよね、本当は。自立できて倒れはしないんですけども、結構ゴンと音からわかります通り、結構尻尾重みがあります。なので、これもコラッタみたいに、この尻尾が降りてこないように、台座がついてもよかったかなと思ったんですけども、ちゃんとそれの強度は計算されて作られてるってことですよね。この尻尾のモフモフ感とか、この首丸のモフモフ感、綺麗に再現されております。で、足裏の肉球もピンクでちゃんと塗られています。
かなり細かいんですよね、ポケモンスケールワールドって。見えないところまでちゃんと塗られてるっていうのは毎回毎回感心するところです。そして5番目、今回一番の大物ピジョットがこちらになります。まあみちっとしてるんで非常に重いです。なんか大きさから言ってほんと普通のスズメぐらいあるぐらいですよね、このピジョットのキット。凛々しいイケメンです。足の裏こんな感じで、本来見えないところも含めて爪がちんと色分けされております。で、まあこれも一応この足が大きいので自立はできるんですけれども、結構ごつい台座がついてます。で、これは多分その足首の部分ですかね、上の部分が非常に重いのでここに負荷がかからないように後ろから差し込んで、こんな感じで、ちょっとこれ差し込むの硬いんですけど、ちょっと塗装が剥げそうで怖いんですけれども、こんな感じで足にパチッとはめ込むような台座がついております。まあこれをつけておけば自立はできます。ただもうこれ結構本当にはまりが硬い台座なので、まあ一回はめたらもう下手に取ったり外したりしない方がいいかなっていう気がします。特にこの足の爪の部分ですかね、本来もっとこの足の幅って狭いんですけども、まあ、位置を補正する目的もあるようなので結構がっちりはまります。なので取ったり外したりするとちょっと塗装が剥げるかもしれませんので、まあ、はめたらはめたままで飾っておけばいいかなと。ただまあやはり先ほど言ったみたいに全体が重くて足首にかかる負担が大きいので、まあ、ピジョットについてはまあ台座つけて飾っておく方が一番いいかなという気がします。まあ、それ以外色も含めて綺麗に再現されてますよね。こんなでかかったんですね、人と比べるとピジョットって。そして最後ポケモントレーナーのグリーンがこちら、ニヒルな表情バシッと決まっております。で、ポケモントレーナーも毎回毎回結構細かいところに塗装されてるんですね。この首にかかっているペンダントのところとか、後ろから見てもこのベルトのところとか、上着からはみ出てるシャツの色とか綺麗に再現されております。で、レッドと違って背中に特に何も背負ってはいないんですけれども、でも一応自立はできることはできます。ちょっと後ろに重心がかかり気味ではあるかなと思うので、やはりこのポケモントレーナー、このグリーンについてもこの台座ですねにきちっと足をはめておいた方がよりこのかっこいいポジもバスと決まって飾りやすいんじゃないでしょうか。グリーンがこんな感じですね。では最後にセットボックスの表側に載ってもらった写真、こちらですね。こんな感じに並べ替えてみたいと思います。並べるとこんな感じですね。パッケージの方ではほとんどのポケモン真正面向いてましたけども、まあ立体的により見えるようにちょっと皆さん斜めってもらいました。で、自立ができない謎の草以外は全て台座を外しております。いや、なんかトレーナーを中心にポケモンが集まってる絵っていうのやっぱりいいですよね。それぞれ出来は非常にいいんですけども、やっぱり左側におるコイキング、なんかここにどうしても目線がいってしまいますね。インパクト大きいですよね、やっぱコイキングって。ポケモンスケールワールド関東地方2はこんな感じでした。というわけで今回はポケモンスケールワールド関東地方2セットご紹介させていただきました。やはり毎回このポケモンスケールワールドの時に言ってますけども、やっぱ出来はいいですよね。小さいポケモンでも大きいポケモンでもカラーリングとか造形ほぼ完璧なんじゃないでしょうか。そしてやはりゲームとかアニメの中でなんとなく分かってはいましたけども、20分の1という統一された縮尺でキット化されているものですから、大きいポケモン大きく、小さいポケモンは小さく、こんな大きかったんだ小さかったんだっていうふうに改めてキットを見て実感することができます。そして今回何よりも何回も言ってますけれども、このコイキングいいですよね。やっぱコイキングってこの角度で転がってるのが一番かなっていう、そんな気がしております。ポケモンがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひセット、フルセットでご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。